主にターボプロップ機の購入と販売、リースを行うアイルランドの企業。ナックは世界5カ国に事務所を開設しており、2020年時点でのコミューター航空会社向け機体の保有数は500機以上、50カ国75以上の顧客との取引があり、ATR 機の保有数では最大リージョナル航空機分野でのリース規模は世界一である。ナックは1990年、 マーティン・モラーニール・セブによって、デンマーク・スキーベに設立された。1993年に、フランスの航空機メーカーである、ランス・アビエーション・インダストリーズから30機のランス、セスナ F406 キャラバン2を購入し、主要取引が開始されており、その後、F406 キャラバン2は、レンタルや転売が行われている。2000年には30席以上のキャパシティを持つ、 ターボプロップ機の購入に注力し始めており、翌年に初となる ATR42 を購入している。2004年、ナックは本社機能をビルン空港へ移転し、アイルランド、クレア県にあるシャノン空港に事務所を開設。2018年に本社移転計画を表明しており、アイルランド、リムリックにあるガーデンインターナショナルが開発した新ビルへと移転している。 また同社はアイルランドに80名、世界に220名の従業員を抱えている。2008年には、レゴ創業者一族のクリスチャンセン家が運営する、持ち株会社である、キヤクビと共同で39機の ATR72 を購入し、アメリカン航空へのリースを行っており、このリースによって得た利益により大きく資産が形成されている。2010年には、 リースされた機体が150機以上に達し、資産は10億ドルに達する。2010年、デンマークの投資家が合同で設立した航空会社ジェットタイムの25%の株式をニールセンが譲り受けたことにより、リース会社が所有する初の航空会社となっている。なお、ジェットタイム設立時に4機の機体提供を行ったのもナックであった。2011年には、 ATR72 から600を10機受領し、さらに10機の追加オプション契約を ATR と締結しており、これは、NAC では、初となる新規契約であった。その翌年には、ガルーダインドネシア航空へのリース機である、ボンバルディア CRJNEXT GEN を12機購入したことで総保有数は200機を超え、2013年のパリ航空省において、NAC としては、 最大となる ATR に対し90機の新規発注を行っており、総額21億ドルを支払っている。2014年、イングランドで開催されたファンボーロー国際航空ショーでは、ATR42 から600型75機の新規契約を締結。2015年8月、スウェーデンの投資ファンドイークとパートナーズが、ナック株式の半数を買収したことにより、イークと 契約日との提携を発表。ニールセンは百十億クローネの売却資金を得ているが、その後も取締役会長を継続している。アメリカの航空機リース会社であるエアリースコーポレーションから ATR 四十二、七十二から六百を二十五機、エンブライル e ージェット百七十五、百九十を二十五機購入。二千十六年、保有機体数が三百五十機以上となる。 2017年、ニューヨークの信用格付け会社、クロール、ボンドレーティングエージェンシーから BBB の認証を、得る。2019年6月17日より開催された、パリ航空省では、ATR と105機以上の契約、20機の、エアバス A220 の、発注覚えが気象エアバスとの間で取り交わしている。シンガポールのソブリンウェルスファンド、シンガポール政府投資公社が、 株主として加わる。2019年6月時点での保有期待数。ありがとうございます。